両介は、日本の実業家、証券アナリスト。東京工業大学大学院非常勤講師、株式会社ナビゲータープラットフォーム取締役、株式会社ワンマイルパートナーズ代表取締役、愛媛県松山市出身。父親の転勤により、中学入学まで、千葉県市原市、愛知県江南市で過ごす。愛好中学校、 高等学校で6年間の寮生活を経て、慶応義塾大学小学部卒業。慶応義塾大学大学院システムデザインマネジメント、研究科修士家庭修了学部時代は、深尾光広ゼミ一期生として、国際金融やコーポレートガバナンスを専攻。2000年4月、日本生命保険総合会社入社。国際投資部にて、外国株式。 ポートフォーリオマネージャーとして、主に米国のインターネットやソフトウェア、メディア、小売りセクターを担当。2002年5月、フィデリティ投資入社。同社長サブでは主に、日本株の電気、半導体、インターネット、ロボット企業などを中心とする、テクノロジーセクター担当の証券アナリスト、また運用部では中小型株のアシスタントポートフォーリオマネージャーとして従事。 同社アシスタントポートフォリオマネージャーとしては、東京オフィス発。2012年9月、フィデリティ投資を退社。慶応義塾、大学大学院システムデザインマネジメント、研究科修士課程に進学。2013年3月、GF リサーチ合同会社及び、株式会社ナビゲータープラットフォームを設立。2013年6月、 ナビゲータープラットフォームにて、個人投資家のための金融経済メディア、ロンギンを立ち上げ、同編集長に就任。2015年7月、ナビゲータープラットフォームにて、暮らしとお金をテーマとする、経済メディア、リモを立ち上げ、監修及び運営に携わるというメディア名で、スタートし、2018年7月にリモへ、メディア名を変更。2018年11月、 働く世代向け資産運用サービス、モネーロなどの金融サービスを展開する株式会社ワンマイルパートナーズを共同設立。東京工業大学大学院非常勤講師として2016年よりエネルギー経済政策特別講義の授業を行う。他にも産業技術大学院大学でも講師を務める。ありがとうございます。